クラーク橋は、ミシシッピ川に架か,かるシャバリ橋で、ミズーリ州、ウェスト・オールトンとイリノイ州・オールトンを結ぶ。探検家、ウィリアム・クラークにちなんでクラーク橋と名付けられた。元のクラーク橋を架け替える形で工事が進められ、1994年に開通した。アメリカ国道67号線の経路となっている。 セントルイス都市圏内では最も北に位置する橋である。走行費は8500万ドル。幅33メートルで、旧クラーク橋の6.1メートルから大幅に拡張された。旧クラーク橋は1928年に完成したトラス橋で2車線分の福音しかなかった。新橋の方は上下角2車線及び自転車用の車線も整備されている。 時にスーパーブリッジと称されることもあり、アメリカの公共放送 PBS のノバドキュメンタリーシリーズにおいて1993年代洪水の中進められた難工事の様子が特集されたほどである。イリノイ州交通局の発注で設計はハンソン。エンジニアーズが受け負った軽量の鉄骨に支柱からクラカたちにワイヤを張る方のしゃばり橋は、 全米でも初めてと言われている。建設には、鉄骨8100トン、コンクリート33700立方メートル、ワイヤ25万メートル以上、ワイヤを保護する、黄色のビニール1.6万平方メートル分が、使われた。ありがとうございます。